夕方です。雨降らないな、大丈夫だな。これからね、食事行きます。はい、はい、時間はちょうど午後6時。おっと、ブルガリです。ブルガリのブルガリ、自分で直したやつですね。ブルガリは自分で直せるってすごいですよね。はい、ガラスを割れたんで取り替えてみました。じゃあこれからね、株の集大金を使いに食べに行きます。さあ行くぜ、ね、バイクでブルガリ一番気に入ってるんだこれね。大丈夫かな、ガラス自分で直して。さあ飯行くぜ。 V100 です。ブリパスタに着きました。アワビ、あーダメだな、アワビは食べれない。まあそういうフェアでやってるんだね。まあそれは選ばないですけどね。はい、何しようかな、株主優待券だからね。はい、ジョリーパスタ突入します。今はこれはあれか、オプションなんだ。あ、これ美味しそうかも。ちょっとね、狭くて見づらい。まあいつものじゃこれダメかな。海鮮ね、嫌なんですね。今第2弾これなんだけどね。あー、ウニ、なんて言うんだろう、これウニってのかな。ダメですね。じゃあ普通のやつを注文します。うわ、おでん、ドリンクをたくさんもらってみました。メロン、コーラ、カルピソーダ、アップルジュース、カフェラテ、ホットコーヒーです。はい、ピザ来ました。わ、今日はね、結構ね、肉厚があるかも。ピザも薄いのに。で、切る、ピザも8分割ね、でかいから。うん、分割。はい、で、あとタバスコをかけて食べようと思います。こんなドリンクバーもついてます。完成しました。ね、タバスコをたっぷりかけて、粉チーズもかけて、ブルガリのブルガリ、いただきます。食べ終わりました。ちょっと本当が悪い。食べきてます。とても美味しかったですね。ドリンクバーとても良かったですね。月1回、あ、2回来れるんだな。2回無料券なので、また食べに行きます。ジョリーパスタでした。